皆さんおはようございます一月二十八日木曜日午前十時になりましたカナムイカラハイ SOS ネットカララジの時間となりましたパーソナリティは沖縄市社会福祉協議会の上原ですとイーズでお送りいたしますこの番組は地域で行方不明者または認知症行方不明者ゼロを目指す番組です 認知症は誰もが関わる可能性がある、身近にあるものです。そのことをできる限り早い段階から啓発することにより、地域全体で理解を深めることにつながります。警察、行政、消防の三位一体となる基盤をもとに、徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防、啓発番組になっています。この番組は、 デイサービスセンター、シオン、株式会社、国権システム、FM 小座と、沖縄県認知症・行方不明者家族の会、そして、沖縄ハンズオン NPO の協力で、FM 小座より生放送でお送りしています。皆様、どうぞ10時から11時の1時間、最後までお付き合いください。 皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエストそして番組に関する質問もお待ちしていますメールアドレスはすべて小文字で 761-fmkoga.jp 76いずれも番組名からラジとお書き添えください ラジオネームも忘れずにお願いしますファックス電話番号は098-934-8653-934-8653また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております FM コザのホームページからも見ることができますのでそちらの方もお楽しみください、はい、オープニングの曲は It's the Over the Rainbow でした。はい、一度 CM 挟んで今日のカララ字始めます。 ラウスチップ始めてですよね。ただいまの時刻10時5分になりました。FM 小座のスタジオから空ラ,ラジを生放送でお送りしております。はい、トゥーバさん、昨日、はい、いいあのニュースがありましたね。はいはいはい。はい、あの、うん、今週の月曜日からですね、この那の方で、はいうん、あの行方不明。 の情報がありましてそれで昨日の報皆さんサポーターの皆さんにも情報を回したんですけど那覇市の反田川の90歳のおじいちゃんがの一昨日ですかねいなくなったということがありましてちょうど沖縄県警の安全メールからですね事務局の具志堅の方にメールが入って。 入ったんだよねおじいちゃん見つかったということでね家に帰ったと帰宅したということで確認されて皆様ク田さんにも情報ですね。放送しなかったのはまず名前がわからないということでですねやっぱり反対側の90歳のおじいちゃんで1 5 0ンチぐらいっていうふうに言ってもですね上下シルバーの洋服をね身につけてらっしゃると言っても。 もう沖縄県中でもいっぱいいるからね。もうその辺があの難しいところですよね。人を探すときの大変さと歯がゆさですね。そうですね。どこまで情報を公開するかっていうところで、でも公開しないとさらに見つける確率が下がるというかですね。プライバシーの問題と。 難しいところですねもう一つの警察がフィードバックですね見つかったら見つかったよっていう情報が今出せない状況でそこをどうにか連絡体制にできればうまくねできればうなっていうのはあるんですけれどもでもとりあえずよかったですよかったますよかったですよかったですね今日のです あのテーマからですね紹介していきたいと思います今日のテーマはですね「地域見守りの仕組みづくり」ということであの各地域でのですね見守りの仕組みについてお話をしていきたいと思いますはいでですね今日はあのゲストをお呼びしておりますはい今日のゲストはですね特定非営利活動法人気づきの佐久川義弘さんですはい 吉良さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますいろいろあの合わせの方でこの地域見守りのネットワークの方をあの最近ですね立ち上げたということでですねいろいろあの話をね聞いて皆さんであの話をしていこうと思ってますはいそれとあのレギュラーゲストへですねはい、株式会社国県システム 枠川ひとしさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、はい、お願いします,、はい、いしますはい。じゃあ今日のこのテーマですねはい。地域見守りの仕組み作りということでお話を早速していきましょう えっと合わせがですね。うん、もうそういった、まあ特に認知症の方も、そうなんですけど。地域で、こう、ええー、なんでしょう、ね。気になる人を見守っていこうという仕組みを今度作るということでですね。もう非常にいい取り組みなんで。うん、もうぜひ紹介して、ぜひ来てくださいということで、うん、佐久間さんもお越しいただきましたので。<ー>よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。皆さん、はいはい、おはようございます。ええー、N. P. O. 法人木月の作川と申します。はい、えっと、今、あのー。 紹介していただきました、はいえー、合わせ地域で、えー、見守りのネットワークを作ろうということで、うん、その動きがありますでまずすごくこう画期的なことは実は、えー、いろんなところからこの見守りを作ってくださいっていう地域に、えー、降りてくる、えー、そういう事業っていうのはたくさんありますでまたそれもそれで、えー、必要なことではあるんですけれども今回。 合わせで始まったこことは実は実、えー、の,の地域の特に、えー、自治会長さん渡嘉敷自治会長さんが、はいえー、この地域で、えー、本当にあの家から、えー、こういなくなってしまったあるいは、うん、そういう情報が入ってくるけれども地域で何もすることができないこの歯がゆさをなんとか、えー、こう見守りネットワークということを作って、うん、安心して長くそこに住み続けることができる。 合わせの地域を作ろうというところから起こってきたことがまずすごいことだろうなっていうふうに思ってます地域の中から地域の人が地域のためにえー動いていこうというそういうムーブメントで起こってきたというところですね すすすごいいここととででねね素晴らしいことです、ね、本当に、まあ、社協もそうなんですけどこうやってくださいという形であのうちの方うもまあ含めてですねあのそういった形を作っていきましょうというのをやるんですけどなかなかまあ定着しないというかあの根付かないんですけど地域の中からそういった声が起きてですね、えー、そういった地域の中であの合わせらしいというんでしょうかねそういった仕組みを作っていこうというのは本当にもう素晴らしいことだと思いますね。はい なんかキャッチコピーというかキャッチフレーズみたいなもあるんですよね。はいそうなんですよぜひ今日はこれを紹介したくて「合わせ」で沖縄市合わせこの市と合わせを合わせると幸せまさに幸せな地域を作っていこうということで「幸せ安心見守りネットワーク」というようなところでスタートしました。 えー、まさに本当にですね、えー、幸せを実感できるような。 そういう、えー、地域になっていけばっていう願いを込めて、うんえー、それをスタートしました。そしてですね、合わせですから、うん、何を合わせていこうかということで、えー、みんなで考えて、えー、実はその目標、目的が、えー、と先日決まりました。その合わせていくの一つ、人を合わせていこう。人を合わせ。はい、そうですう、えー。そこに出会いがあり、知り合い、そして認め合い。 そこの地域の人たちが本当にあのすれ違いの隣近所が分からないっていうことではなくてその地域の人たち知り合いそしてえそこで出会いっていうような人が合わさっていくそういう地域になればということで一番目に人を合わせようで2つ目に力を合わせていこう。 この見守りネットワークは一部の人が頑張ってやるっていうことは長くやっぱり続かないんだと思ってますうん、うん、そこで地域の人たちが自分たちができる力をそれぞれ出し合ってそれを力にして合わせて見守りがずっと行われていくようなそういう地域であったらいいなっていうふうに思ってます。うんうん、このの間も実実ははお話をしたんですけど協力という字実はよく見ると 力が3つにそこをプラスをする、うん、書くんですね。力を合わせるまさにそれが強力なんだろうという風にそういう風に思いました。そして3つ目に合わせていくのが声を合わせていこう。 そこの合わせの地域に住んでいる人たちどんな小さな声も聞き漏らさず拾い上げていくそして、えー、一人一人が自分たちの声をそして合わせらしい合わせに合った見守りのネットワークができれば、うん、声を合わせていこう、うん、っていうところです。うんえー、人ががが合合合わわわさりり地域が合わさりそして声が合わさって声っくるともう当然これができるでしょうと言って四番目が心を合わせる 本当に心を一つにしてまさに幸せな合わせの地域ということで、えー、実は目標が決まってそれに向かってこのネットワークを築いていこうというところで、まあ、第一歩目が、えー、こう記されたというところでしょうか。うん面白いですね。人を合わせる、力を合わせる、声を合わせる、心を合わせる、はい、で4つの合わせるで幸せ。面白いいすごい すごいですね。具体的にはどうあのどういった感じで進めていくものですかねはい。はい。はい、えー、っとまずその目標が決まりました。で今、えー、その中心になる人たち。 実はもともとこの沖縄市全域そうなんですけど福祉ネット、えー、ワークがありまして小地域、えー、のネットワークというのが、うんえー、社会福祉協議会中心に行われていましたので、うんはい、その会議に乗っけて、えー、新たなものを作るのではなくて既存のその会議を利用してそこに出ている、えー、このメンバープラス新たに加えていく人たちに声をかけて。 そこでいろんなことを決めて進めていこうというふうに思ってます、はい、メンバー的にはどういった、先ほど自治会長の話が出てましたけど、うん、自治会長、迫川さん以外には。それからですね、はい、あの民生委員の皆さん、そ,うです、ねはい、それから合わせには、はいねえー、班長さん。 っていう班長制度がありましてそのえ1班2班3班,班その班の班長さんに出ていただくそれからえそこでやっぱりあの活動している高齢者支援センターのえーソーシャルワーカーの方えーそしてもちろん社協の方にも応援をしていただいてというような形でじゃあ中心メンバーでえーいろんなことが決まっていけば進められていけばというふうに考えてます、うん。この見守り というのはこのどんな感じでこう進めていくんですかねこう一県県一訪問したりとかそういった感じですかそれともなんか別のはいえっとこれからそれを中でいろんな話し合いで決まっていくんですけども少しイメージしているのははいえその地域の中で本当に見守りなの必要な方々っていうところにまずはアンケートを取りに行きたいなというふうに思っていますうんやっぱりえ一人一人の気持ちっていうのが大切ですから、うん。 こちらが勝手にあなたを見守りますよではなくて、えー、本当に見守りが必要なのか見守ってほ、えー、しいのかそして何を手伝っていただきたいのかうそういうことを、えー、地域の方々はよく知ってますのであの人あのこの人というところでしっかり、えー、その聞き取りをしてそして、えー、訪問をしてほしいという方々がいればそこには、えー、誰が訪問をしていくかというそういうシステムを作っていきたい。 でも私たちは私は、えー、訪問はちょっと遠慮させてくださいって中にはいらっしゃるんだと思いますそういう方々にはやっぱり、えー、地域の中で、えー、ポストの、うん、ことを気にしながら見ていこうよとか、うん、電気が夜ついてるかどうかを見ていこうよ、うん、洗濯物がどうか見ていこうよという緩やかな見守りというのも考えて、うん、いくつもの ええ、それが重なりながら見守りができたらいいなというふうに思っています。そうですね。できる人ができる範囲でっていう感じなんですかね。地域の方々が。だ、ね、かこの、うん、えウォーキングでした。そういったのもなんか。取り入れたか、と、ウォーキングコースでしたかね。はい、なんか、あの、あるということで。これも面白いですよね。はい、そうなんですよ。これはですね。えー、っと、一番力を入れてるのは、ええ、あの。渡嘉敷自治会長さんなんですけれども、うん、なんと、自分自ら、えー、その足で、えー 合わせの,その地域を歩歩いて、うん、距離歩数どれぐらいの時間がかかるということで、うん、それをマップに落とし込んであります、うん、でその、えー、地域をウォーキングする方々が増えてくると地域に人が出ることになりますのでそこで、うんえー、いろんな発見がいろんなこう見守りができるんじゃないか、うんうん、これを使っていこう。 というふうにこう今案が出ています。ああ面白いですね。うもうウォーキングというこのなんていうんですかね、趣味というかこの日常生活の一環でこういったのが見守りとかできたら素晴らしいですね。そうですね。うそういうあの歩行会とかですね。<laughs> そ,うすねそういうグループがいくつもできたらいいですね。でまたえっとそこにある地域のいろんなあの企業さんに。 そのウォーキングコースに当たっていたらあうちはトイレあのどうぞ貸しますよとかう,ん、うん、うちは水いっぱいだったら提供しますよとかなるほどそういうあの事業所がどんどん出てきたらん、えー、ですから、うんえー、住んでいる人そこにある事業所、うん、いろんな形で組み合わさっていって地域がこうできていったら本当に幸せになってくるんだろうなって考えています。環境と人にに同時にこういうい あの見守りながら環境と人に同時に力を入れてるっていうのがすごく嬉しいな合わせの住いはいてて見守りの目的っていうのがあのいろいろあのあしないといけないこうしないといけないってなるとあの推進体制がね、うん、やっぱりあのこう続かないっていうのが、うん、よく全国あちこちでよく聞くもんですから、うん、今みたいにあのキャッチフレーズがあって。 それで、あの、あのその地域にあったライフスタイル、ライフタイムバリューってんですかね。あの人生にどういう価値を見出すかという人たちのこういううまくこの趣味を生かしながらね、あの見守っていくっていうのはすごく素敵ですね。そうですね。話を聞いてて、あ、なるほどと思いますね。素晴らしいですね。まあウォーキングしながらということですので、あのまあ地域の方のあのコミュニケーションというかですね、あのまあ。 そういった場にもなると思いますしあとこの認知症の方のですあ支えるということもあると思うんですがそれ以外にも例えば青少年のですねそういったいわゆる徘徊的なところも防犯とかですねそういったことにもつながっていくのかなと思いますね。そうでですすねから本当に 認知症の方だけではなくて、いろんな形で、え、うん、こう広がっていくんだろうというふうに思ってます。うん、で、うんえー、幸せを感じるっていうところはよく、うん、えっ、ー、と私も福祉のところでこう、うん、活動をして、それを仕事にしてるんですけれども、うん、社会資源を用いましょうっていう言葉をよく使います。社会資源ですか、はい。で、その社会資源で、こういわゆる社会的弱者を支えていくっていう、うん。 スタンスで使われる言葉なんですけど僕自身は最も一番大きな大きな社会資源はいわゆる私たちが社会的弱者って呼んでいる方々だろう,う,うに逆に思ってます例えば今回の「の幸せ」にするその見守りのネットワーク。 実はそこに認知症のの方がいなかったらこの、えー、発想は生まれまれせんでした <laughs> でそこにやっぱり、えー、私たちの手を必要としているっていう方が住んでらっしゃらなかったらおそらくそういうの出会いもなかったでしょう。うでうこの方々が私たちを結びつけ出会わせそしてまた私たちに役割を与え必要とされてるんだ一番幸せを感じるのは実は この、えー、見守りに参加している一人一人だったっていうところに行き着くことができたら本当にあの素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。うん、<laughs> なるほど対,対象すあのスクールというか見守る対象者としてじゃなくて、うん、その方々がい方々がいたからこそそういった仕込みができるという、うんまあ、逆の発想というか面白いですね。ああそうですね。うん、なるほど。そういう気持ちでやっていければ。うん、ああそうですよね。本当に繋、うん、がりを感じますね。うん、そうですね。見守り繋がりですね。うんうん <laughs> すごいこれはもう具体的にも進めていってるんですかもうそうですね今<ー> 2> えっと第2回目の会議が終わりまして少しずつ少しずつですけれども<ー>、えー、形ができつつあります<ー>ただ、えー、っと今あの一番最初にあの紹介したように、えー、地域の中で地域の人たちから起こってきているということなので<ー>地域の声を拾いながら。 ということで、えー、この辺を少し丁寧に。えー、みんなそうですね、なぜ焦らずにですね、そうですね。できればと思ってますね。なるほどうん、ああ、素晴らしい。これも大きな足十二広まったらいいですね。うん、<ー>僕もあの、参加させて、まあ、住民として。あ <laughs> 読んでいただいて、とても嬉しいんですけど、やっぱり、こう、初めて会う方々が多くてですね。皆さんの発言を聞いてると、えー、まあ、老人会の方々はじめ。皆さんとってもいい顔してて。 あ、うん、こんな素晴らしい方たち学校近所に住んでるんだなっていうのを恥ずかしながらはい10年ほど住んでですねあ,<ー>あの分かってきたっていうのはその官無料で、えー、あの皆さんそれぞれがキーパーソンに感じましたね、はい、ありがとうございます、うん、あの前回の会議忙しい中あの参加していただきました今おっしゃっていただいたようにまさに 人を合わせるもう出会いがあったわけです、うん、で知り合いになったわけです、うん、もう本当に、えー、目標としていることがもうすでに起こっているい、うん、なんかワクワクしてきますね、うんうん、こういった集まりとか取り組みってなかなかこうなんていうでしょうかね僕私たちも含めてそうなんですけど 福祉の専門家とか、うん、この例えば地域のや団体の役員とか、そういった感じでの、えー、がこう作れられがちなんですけど、そうじゃなくて、本当に一般の方とか事業所とか、そういったところもこの一緒に巻き込んでやろうというのは、なかなかそういった仕組みはないので、これは素晴らしい取り組みだと思う、う本当に。はい、どうしたらいいか分からないという地域多いですよ、ね、そうですよね、うんそういう中で,で、ね。モデルになると思いますね、うん、もう,うまくいけば、素晴らしい取り組み今このプロセスを

ラジオネームがたまにゃんさんですね。うん、はい、皆さん、おはようございます。はい、はい、ね、はい、今日もあの拝聴しています。<ー>ですね。地域の企業の協力というものもいいですね。うん、トイレを貸す、お水の提供、些細な協力で地域の方々とつながって顔見知りになって、それで徘徊癖のある方を把握できれば見守ることができますねということでメッセージいただきました。うん そうですねあのそこでやっぱりお店をしているあるいはいろんな事業所というところもやっぱり地域の一員として地域を作っていくっていうことでできることをやっぱり協力していただければ本当にあの嬉しいですね一緒になって地域にある小学校も合わせにはありますそれからいろ,いろんなえっと企業がありますのでその参加をあのぜひ呼びかけていきたいですね。はい いろんなアアイデが出てきそうですねそれぞれ私たちはこれができますとかんかトイレ一つ貸すだけでやはりあの挨拶を始めて「あこの間もトイレ使いましたよね」ということでもっと使ってくださいってうとねウォーキングしている方々がそこから会話が深まっていってご近所にこういう方が「ああ知ってますよ」と「私もご近所ですよ」なんて話をするとそういう地域の。 つながりが深まっていくっていうのが成熟した町づくりというんですかね。それはすごく感じますね。はいはい。僕はさんところはま南部ですけれど、那覇。はい。まあそうですね。あの今素晴らしいなと思ったのがですね。あのまあ沖縄市今えっと今年あれですね。もう十四万人人口十四万人超えて、十四万。あまあ県内でまあ二番目那覇市に次ぐ都市ということで、ね。まああとあのまあいわゆる都市化が進んでいる中で。 こういうあの行政の力を借りながらあの地元の人たちがです、ね、地域の,あのネットワーク作りというところに力を入れていけるというのはすごいなと思ったんですが、うん、私の住んでいるところで、まあ、あの那覇市なんですけどそこまでですねあの ているのかもしれないんですけどうん、うん、<laughs> ちょっと届かないですね。あの、うんうん、私たちのところにはね。うんうん、ただ、あの私の住んでいる地域ではあのそういったあのまあ、自治会とかですね。そこはまうん、うん、あのま昔ながらの自治会がありますので、うんうん、そういう中で加入加盟あ加入してですね。まあ、何をやってるかというと、まあ年に1回ぐらいですね。あのパークゴルフとかうん、うん、いわゆるあの触れ合う機会というのはあのあるんですけど。まあ基本的にはもう。 やっぱ自治会に参加しているから顔見知りになれるあの会話がです,ねすることがあるまあ年に1回、2回ぐらいですねあった時に同じ地元の会に入っているというだけでもやはりあのコミュニケーションのきっかけになりますので自治会にやっぱり入っていけるというのは素晴らしいですね沖縄市はあれです自治会加入率かなり高いですよね。 30、今、何パーセントですかね。それって少ないんですかえっと、そうだと思いますね、た分ただ、那覇よりは若干いいんですけど。え、30何パーだとかなりな、もう4万人、5万人ぐらいに。ああ、どうですかね、えっと、そらく世帯なんで、あれ、ちょっとすみません、ちょっと正確な数字がちょっと今分からなくて、申し訳ないですけど。昔みたいな、この地域の行事っていうものが、地域一挙七びの行事とかですね。 えー、年中行事とかですね、はい、そういうのにこう我々が子どもの時にあのよく集まるっていう機会ですねこれをよく考えるとすごいですよねつな、はいね、がりが深くて、うん、事件事故っていうのもあの未然に防ぐことができますし一、うん、人の方がいなくなるとやっぱり、うん、あの村全員でこう探すまあフードっていうんですかね、うん、もう基盤作りを超えて、うんうん、もうこれが当たり前っていうフードになってたような気がするんですけれど地域行事が増えれば 僕らが日頃から普及している内縄口もあの素晴らしい形で普及ができるんじゃない内縄口での声かけっていうのはぜひあの広めたいなっていうのがあるんですけれど自然な形でこの継承というか広まっていかもしれませんね祭りをですね小さい祭りからまたこういう目的に応じたいろんな祭りをですねあの合わせ自治会を中心にあの開催していただけたらなとぜひそうですねそういう広がりまあ先ほど那覇市の 方見つかりましたっていううしい報告があったんですけど、うん、そこでも上がっていたんですけれども、うんはい、え身長やそれから服装行ってもなかなか探せない、うん <laughs> そ,ね、そこなんですよね,、うん、うすね地域でこう知り合い輪ができていくと地域の人がその人を知っている、うん、探しやすいですよね、うん、確率も,、うん、確率もでも顔も分かっているし、ねうん、そういう地域を作っていけば誰々がいなくなったよって言ったらもうみんなで。 この分かかるるわけけですから、うん、こう探しに行けるっていうそういうような形でこう地域の人たちの顔が分かるように、うんそ,ね、そういう出会いとかっていうのができれば一番いいですね。あの何丁目の何々さんといえばこうパッと顔が思い浮かぶようなう、ね、本当に顔の見える関係っていうのは大事なことですよね。う、はい、作るの、はい、徘徊という言葉が今注目されて、はい、あの使っちゃいけないっていうのもあるんですけれど。うん どううしても使っちゃうんですけど、うんまあ、一人歩きといいいいうう言い方をしなさもやっぱりこの我々が認知症になってもよくあの専門家の方がおっしゃるのはただ回ってるんじゃないよということでやっぱ本人としたら目的を持ってあの一人歩きをしている回,、うんえー、回ってると例えば、うん、亡くなられた先に立たれた旦那さんに会う,会うためにとかですね出会った頃のことを思い出して。 恋人だった時のことを思い出して回ってるとかですね息子が最初に生まれた病院に向かってるっていうことも聞いたことがありましたほど。日常になるとねやっぱり異文化体験っていうふうになっていくのかなと過去のね特に過去の思い出っていうのが鮮明に浮かんできてね行動を起こしちゃうっていうのがあるみたいだけどねあのそこの人たちの今度心理も含めてね すごくあの、えー、理解が深まったらいいなというふうに思ってますね。思いますね、うん。それではリクエストでしょ。はい、はい、リクエストの曲、うん、ここで流していきたいと思いますけども、うん、はい、今日のあのゲストの佐川さんからですねリクエストの曲いただいてます。佐川さんあの紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい。ではえっ、ー、とリクエスト中島みゆきの糸、えー。これは先ほど言いました地域も。 縦糸,横糸そういうのが織り合わさって綺麗な模様のそういうものができたらいいなっていうことでまずは細い細い糸なんですけどそれをこう紡いでそしてそれを折ってっていうことでそういう願いも込めながらえ中島みゆき糸よろしししくお願いいたまますはわ、い、かりましたでは流したいと思います。中島みゆきで糸 お届けした曲は中島みゆきさんでいとでした。はい。いい曲ですね。そうですね。ありがとうございました。だから、ちょっと話したんで。<laughs> <laughs> <laughs> すみません、曲の間の話の方が面白かった。<laughs> <laughs> <laughs> はい、また、あのー、そうですね。もう一件、あのー、メッセージが届いていまして。はい、はい。あのー、ラジオネームがですね、ドクマイさんですね。うん、はい。 イーズカかラらからラジパーソナリティの皆さん沖縄市近郊で FM コザでラジオをお聞きのリスナーの皆さんインターネットで視聴している皆さんハハイイイイササ今月最初にフォームにてお手紙を送らせていただいた札幌市テイネ区。 に住んでいるドクマイと申します。ね、ドクマイさんはあのーうん、最初の二回目ですかね。最初かに、ねはい、あのー、質問をしてくださって、うん、それではいあのー、メッセージも、はいいね、よくありがとうございます、ねはい。ありがとうございます。はい最初の放送を視聴させていただき参考にさせていただきました。うん、昨日テイネック のあ、手区役所に用事があったので、福祉課で相談してきました。はいね。服あ、福祉課担当曰く地域。 包括支援センターで相談、相談してみてはいかがですかとのことでしたので。この後、地域包括支援センターで相談してきます。大変参考になりました。感謝申し上げます。でも。お父さんも軽かった。介護なさってるってことですよね。それで、どうどこに、行けばいいですかっていう質問だと思うんですけど。札幌からこういう声が聞けて。そうですね。はい。ありがとうございます。マイナス三十度の世界ですね。 今日うなんか札幌市は朝、天気予報、たまたまいたんですけど最高気温がマイナス1度まで上がるっていうママイイナナスス度度も上上ががるっです寒さつながりでいいですかね、ツイキャスが来てるんですけど、ケンタンさんから全然関係ないですけど、確か沖縄県は観測史上初雪が降ったそうでということで土曜日でしたかね、日曜日の夜でしたね、あれはみぞれは雪ですよね。 あ、あれは、あは半分半分ですかね。ああ、そういうことですね。でも、今回観測はされたんですよね。そうですはい、そう。りました。本土の方からしたら。もう雪はもういいやっていうふうな感じですけど。あの、俺らうちなんちゃ。常に話題になります。そうですね。わざわざ、ま山の上に行った人もたくさんいます。見に行く。ですよね。はい。でも、だんだん、今はもう暖かくなってきて、どんどん。また、あの。 寒いのは本当もう大変でしたね,皆さんね、はい、<laughs> 寒かったですね本当に寒かったですね <laughs> 格好がほとんど同じですからね寒かった時と <laughs> はいでですねあすみませんでこのドクマイさんからですねリクエストの曲があったんですけどもリクエストの曲も流しても大丈夫ですかね はいはいあはい中しましょうねあすみませんちょっと今からあの検索するのでちょっとはいじゃ話をしないでくだいはいはいはいワークハウスのところは何かこのまいつも紹介していただいてるあのこのシステムが何かモニターさんがあはいあそうですあの先日あのまあこのラジオからもですねモニター募集してますということではい 呼びかけししました何の、えーま、システムかといいますとです、ねあのえー、認知症の方を見失わない、行方不明にさせない、はい、あの未然にそれを防ぎましょうという気づかせるためのシステムなんですがスマホを使ったです、ね、発信機とあのスマートフォンが受信機になってるんですね、はいえーま、見守られる方に認知症の方に発信機を持っていただいてで、ま、家族の方のスマートフォンで、えー、その見守りをしましょうと。 でまあ、それがあの設定したあの例えば半径10メートル、15メートルという範囲、ねまあそれが例えば自宅からですね出ていった場合とかあの電波が途切れた場合ですねアラートを鳴らして気づかせますと、うん、で電波が途切れたイコール今、もうあの見守り範囲から外れたということなのですぐ家族の方もの直後にですね、はい 探しに行けると、はいまあ、より早く見つけてあの行方不明になるのを未然にしていきましょうというシステムなんですけどこちらのモニターをですねあの在宅で、えー、介護されている方を募集したところですね、えーまあ、今回あの、今のところ2名 2> <ー>、えー、見つかりましたありがとうございましたです、ねあのまあ、社協さんのほう、はい、からの声がけとかですね、えーまあえーまあ、沖縄市役所からのです、ね、声がけうるまあ、ウルマ市役所の方からもちょっと声がけしていただきまして。 見つかりましたのでありがとうございます。まだあの引き続きですね。あと数名ちょっとあのモニターさせていただきたいと思って今、今、えー、また募集しておりますので、はい、ま是、あ、非ですね。あの周りにそういう方いらっしゃいましたら、ちょっとお声がけいただければと思います。はい、どちらの方までが <laughs> はい。あのですね。えー、国県システム、えー、という会社なんですが、電話番号を申し上げますね。はいえー、867の75。7584、はい、えー、那覇市に。 えー、ある会社です。はい。まあここまであのお電話いただきまして、まあ見守りシステムあのあ見守りのことについてというふうに言っていただければですね、あの担当がですね、えー、まああの対応しますので、まあ私枡川と申しますが、あとあの三原というのもいますので、はい。え、あのどちらかで担当いたしますので、ぜひお電話いただければと思います。はい。はい、いありがとうございます。必要とされてる方いらっしゃると思いますね。うん,うん。そうですね。ありがとうございます。だ今あの 曲検索できたので、はい早速流したいと思います。はい、はい。リクエストの曲はですね、あの独舞さんの実家の父が大好きな、はい、オーヤンフィーフィーさんのラブイズオーバーをあればお,<ー>お<ー>願いします。っていう感じ <laughs> で。だって言わな確認しました、ね。<laughs> 難しい。<laughs> ヤンフィーフィーさんですよね。<laughs> 台湾の。はい。 6枚よりと感謝対応を込めてということでありがとうございます。オオーーンフフィーフィーでラブイズオーバー はい、ただいまの時刻十時四十九分になりました。はい、すいません、間違えましたね。はい、すいません、曲 <laughs>、ちょっと間違ってしまいました。はい、エンディングの、そうですね、エンディングの曲はですね、ニーナサイシモンさんの I Shall Be Released です。はい、失礼しました。 ダニエルさん Thank much。you very ダニエルさんからっていう方で英語で書かれてますね「Please have a good show」ということでいい番組をこれからもということで放送してくださいっていうこと頑張ってっていうふうにやっぱこう英語で書かれてるんで大変嬉しいことですねあそうですねはいありがとうございましたありがとうございました日本語もできるんじゃないかなと思いますああそうですかいやあの佐川さんですねあの今、 ややられているこの気づきでのあのおお仕事の内容もですね、はい、お話ししていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、えっと実はうちの特定ええ平利ええ営利活動法人 NPO は沖縄市で実は第1号の NPO というふうにあの聞いています。うんうん、でうちは福祉にあの関する介護を中心に行っているんですけどまず一番最初に訪問介護 っていうことでいわゆるヘルパーっていう言葉よくご存知だと思うんですけれども在宅に行ってそこで支援をしていくっていうで高齢者が3割障害者の方が7割ぐらいの。 方々をを今支援をしていますでそのおかげで自宅で長く住み続けることができる暮らすことができるというようなことをやっています。それから2つ目に小規模多機能型居宅介護支援事業所「気づきの家」という地域密着型のサービスを沖縄市から指定を受けて今行っています。 こののササーービビスススは在宅を支える介護保険の中ででもスペシャルなサービスですね通うこと泊まることそれから訪問この3つが1つの事業所で行われていくというようなことで、うんえー、安心してライフスタイルに合わせながらその人の状態に合わせながらお泊まりをすることもできる通ってくることもできる、うん、その通いの時間も幅がありまして、うんえー、夕ご飯を食べて帰るとかというようなこと、うん、ですから 介護者が少し今日は遅い時間になったから遅くまで面倒見てほしいとかって言えばそれに対応ができるそういうサービスになっています、うん、そして今年去年の4月ですね重度心身障害児の子どもたちが通う自動でトリトリンとという、はい、ここは本当にあの医療度の高いなかなか外出ができないそういう子どもたち え普段は合わせ支援学校に通っている子どもたちが放課後に来られるっていうそういうことです。ほんとにあのそういう重度の子どもたちが通う場所っていうのが少なかったので、うん、それを支えていくところっていうところで始まって、うん、ここも、えー、ご両親の方々地域の方々からとても喜ばれています。うん っていう、うん、今授業してるんですけど是非、えっと、地域の方々にはあのその介護のことあるいは障害のことそういう方々のことを専門にやってますからどんなことでもこれ聞いてみたいこのことがわからないとかっていうことがあれば、えー、の合わせ、えーと「キングコング」っていう焼き肉屋の<ー>後ろの方私はそこが前だと思ってるんですけど、はい、<laughs> 裏手の方にありますので是非、えー、足を運んでいただければと思います。 はいありがとうございますはいいろいろあの活動もされてるということでそうですねはいあすごいな初めて知りました全部合わせにあるんですか、はいはい、そうです、ね、<ー>はい全部あの合わせにありますうんうんうんはいまたですねあのすいません読売さんからメッセージ来てまして、うん、はいあのリクエスト曲ありがとうございますあの父には録画して聞かせますねって 見守りがテーマでしたね。私は北海道に住んでいるので、道弁ですかね、北海道弁で話しかけるように心がけています。なまら、かっこでじ、しばれる、かっこ寒い、けど、お母さん、どうしたのさ、どうしたやさみたいな感じです。地域での見守りは大変大切ですねということで、ありがとうございます。 やっぱり地域の言葉、そこの方言で語りかけられるっていうのは親しみが湧きますよね。思いますね。はいありがとうございました。幸せっていうのだ今日はすごくキーワードだったような良かったですね。これはもう素晴らしいもうキャッチコピーですよもう。子供たちがなんかいいそうですね。幸せやし、幸せやしみたいな感じで。 はい、そこを期待していますありがとうございます今日もです、ね、登録してもらったんですけども「かなむ、はいからイ SOS ネットからラジでは行方不明になった方々の捜作に協力していただける方を募集しています、うんはい、今日もです、ね、佐久川さんにあの登録サポーターのしてもらったので、はい、ありがとうございましたではこの番組はデイサービスセンターシオン株式会社国権システム FM 小里沖縄県認知症行方不明者家族の会そして沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしましたはい、はい、今日のゲストはですねあの特定非営利活動法人気づきの佐久間さんでしたありがとうございます。ありがとうございましたありがとうございました皆さん来週来ると思うねはい <laughs> また来週お会いしましょう、はい、さようならさようなら,ならありがとうございます